ヒプスチャンネルの時間です。美とリラックスの隠れ家、美容室と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて心地よい空間とひとときを皆様に お楽しみいただければ幸いです。電話番号は 098-897-3995 です。ギノアン HIPS で検索してください。この番組はサイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。はい、今日もたまちゃんと頑張っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、私ね、この間、はい、日曜日にとっても久しぶりに、うんうん、なんか結婚式行ったんですよ。おー、いいですね。もうなんかもう久しぶりに出した服がパチンパチンでギュウギュウしながらなんか食べたらファスナーが崩れるのなんか飛ばないかなとも心配しながら食べてたんですけど、あれあれですね、はい、いや、まあ、あるあるなんですよこれいやあるあるかなとね、これさ、まあまあ頑張って最後まで大丈夫だったんですけどもで今ね、なんでこの話をしたかというと、はい、ヘアスタイルなんですけども、うんうんうん、セットスタイル、はい、結婚式の、結婚式のロングのヘアスタイルがちょっと変わってきていまして、うん、この新婦さんのですか？いや、新婦さんじゃなくて、はい、新婦さんもそうなんですけども、はいはい、なんか出席してくる女の子たち、うんうん、若い子たち、うん、若い子たちがちょっと今ちょっと変わってきたなってつくづく最近思うんですよ。お客さんもなんかセットしてくださいっていうリクエスト、うんうんうん、はい、もうちょっと変わってきていて、何が変わってきてるかというと、はい、なんかね、ちょっとふわふわに、ふわふわっていうか、うん、最初に、うん、これめんどくさいね、めんどくさいじゃない最初になんかなみなみってこうやってつけるんですよ。それから編んだりしてゆるく、うん、あ、アイロンでちょっとなみなみして、そうそうそう、なみなみしてから、うん、やるんですよ。ゆるゆるの感じが今受けてるみたいで、うんうん、ああ、もうきっちりアップとかじゃなくて、うん、なんかちょっとゆるゆるした感じ、アップなんだけど、うん、そこら辺のちょっと髪の毛をポロポロ落としてみたいなのが、なるほどなるほど、うん、なんか流行ってるんですよ。でもお客さんにしたらなんかこれすぐできると思うみたいで、本当に崩れそうな雰囲気なんですよ、スマホとかで見たらはいはい、はい、だけど、うん、これもっとも普通のものよりめんどくさくて、いちいちこれなみなみをつけないといけないんですよ。うん、しかもちょっとゆるふわに見せてしっかり留めとかないといけないですね。全部ついたったに取れたら怖いじゃないですかだから案がめんどくさくて、うん、もうお客さんとしてはすぐできるでしょうみたいな感じなんですけど、ちょっとそうでもないっていう、うんうん、美容師さんのこともちょっと考えてねちょっとぼやきですよねちょっとぼやいてしまいましたでもそうですね、私もこの間友達の結婚式初めて行ったんですけど、はいはいはい、なんだろう、パンツスタイル の、うん、そのゲストさんとかもね、結構私の周りの、まあ、友達の結婚式なんで、はい、出席者もみんな友達なんですけど、はい、みんなドレスとかじゃなくて、はい、オールインワンと か、はい、なんかちょっときれいめなパンツスタイルの子とか結構いて、はい、なんかちょっとまあでも気楽になんかいけるかなっていうこの気はしました。あ、うん、私は結構もうちょっとワンピースで行ったんですけど、この間私が行った結婚式は、うん、20歳の女の子だったんですよ。あ、はいはい、で新郎さんも新婦さんも同じ20歳の子で、うん、友達の子供だったんですけど、はいはい、でこれでなんかやっぱりドレスがちょっと変わってきたなってそれも思って、うん、なんでかって言ったらもう背中全面的に見えてるとか、もうあんまりショールとかもつけないで、あ、もうなんかちょっと肌見せタイプでした、はいはいはい、まあ、夏だから、夏ってまだちょっとあったかいから、うんうん、でもなんか一応このマナーというかそういうのは肩は隠さないといけないとか、まあ夜は OK なんです。夜は出した方がいいみたいよ。あ、夜は出した方がいいんですか、うん、あ、夜だったんですか、坂本さん行ったの、うん、夜夜あ夜、うん、私お昼に行って、うん、お昼、まあ、3時とかからのやつだったんで、あ、ちょっと変わって違うかもね、お昼と夜と。お昼はやっぱなんか隠さないといけないとか。ああ、そうなんだ。で、うん、結構、まあ、調べたり、初めて行くんで調べたりちょっとね、親に聞いたりとかしたんですけど、へえ、もうこう難しいですよね。
あでも、まあ、沖縄の場合ちょっと別にどうでもいいかなって、うん、そういうなんかあんまり決まり事ってあんまりないかなみたいな感じはするんですけどね、うん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 、でもなんかやっぱり二十歳だからみんな可愛かったですよ。もうね、まあ、花嫁さん可愛いのはもうもちろんなんですけど、すごいもう本当にアイドルみたいだなと思って可愛いなと思ってたんだけど、はい、だけどまあその出席されるお客さん、うんうん、もう本当に可愛い子たちでしたね。やっぱり若いっちゅうことはいいことだな可愛いと思って、ね、もう沖縄の結婚式すっごい人数来ますからね。そうめっちゃ来るよね、うん、どこでやったんですか。ラグナでした。あラグナ、うん、いいですね、うん、だからなんか面白かったですけどね、なんか若い子たちがいっぱいで、うん、ちょっとあのノリについていけない時とか、うん、時々なんかあります、うんうん、いやノリ、あもう二次会はやっぱりさすがに行けないんだけどこんなのに行ったら何かなと思って私もちょっと、ね、今の二十歳とはちょっと違うなって思います。うそ、思います、思います、たまちゃんが違ってたらどうすんのみたいな思います、本当、本当ですか、はい、面白いな、まあ、いいですね、うん、結婚式、はい、結婚式もなかなか楽しいので、はい、ちょっと、まあ、ちょっとあの流行にもねなんか乗っていかないといけないかなとつくづく思いました。で、まあ、ちょっと早く来てっていうのがいいですね。そう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 、あもうそうそう、あの美容室にはねちょっとあのそんなにすぐにはできないよみたいな結果ゆとり持ってきてほしい、はいはいはい、それの一言って感じ、はい、で今日はね、はい、一応ね秋バテ、秋バテって聞いたことある？秋バテってあるってないです。もう何でも言いません。もうまあ、一応ね一応ねなんかあるんだけど、うん、でも秋バテってなんか自律神経を整えるっていうことで、はい、なんか台風とか、うん、秋って台風とかなんか秋雨前線って気圧がちょっと低くなったりするみたい。はいはいはい。で私びっくりしたのが空気中の酸素が夏よりも薄くなるんだって。え秋はですか。秋はだからだるさを感じやすくなるって、はいはい、うん、びっくりするね。びっくり初めて知りました、うん、だから免疫力が低下して、うん、風邪やインフルエンザにかかりやすい。今ぐらいからやっぱりインフルエンザ出てきますよね。そうですね、今年ちょっと早いみたいですね、うん、なんか1週間2ヶ月だったかな、なんか早く注意報が出てるっていうのを聞きましたけど、そう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 、だからなんかそういうのに気をつけて体を、うん、気遣ってあげる、はいはいはい、なんかやっぱりお風呂、でも沖縄あんまりお風呂に浸かるっていうことがあんまりないんだけど、うん、やっぱりお風呂もちょっと浸かって体を温めることで自律神経が整えられるって、うん、で質の良い睡眠、胃腸機能などの、はいはい、向上に役立ちますって書いてある、うん、なんかびっくりした私、ね、まあ、酸素のことはね初めて聞きましたね。酸素薄くなるっていう、だから、うん、でもうちまたたまに犬のことも言わせてとか言ってください、ね、犬、うちの犬めっちゃ体弱いんだけど、はい、この犬も酸素がなんか台風前とかめっちゃ体弱、なんかおかしくなるんですよ。あ、敏感なんですね。敏感なんだけど、やっぱり最近はちょっと気圧が落ちてるのがちょっとだけ体調悪い感じします。あ、そうなんですね、うん、なんか子供とかもね、なんか敏感の子は割と調子悪くなったりするみたいですよ。だから季節の変わり目とか、ね、季節の変わり目だからね、うん、風邪ひいたりするじゃない、うん、しますね、うん、だから気をつけてねみたいな感じなんですけど、うん、自律神経で、はい、すごい大事って、ね、言われるじゃないですか、はいはいはい、どうしたらいいんでしょうね、うん、でも自律神経乱れてるなとかもあんまり自分では分かんなくないですか、ね、でもなんか私らぐらいの年齢とか、まあもうちょっと働き出したらっていう、うん、まあいろいろなんか眠れなくなるとかよく聞くじゃない、女の子、あなんか疲れすぎて眠れないとか、まあ仕事を始めて、うんうん、なんか慣れないと寝れなくなってるとかいうのも若い子とかも聞くんですよ、うん、やっぱりそういうのでやっぱりリラックスするのが、だから今、ね、やっぱりアロマが流行ったり、あ、まあまあそうですね、なんかああいう風なのがどんどんルハスみたいなのが流行ったりしてるのかなみたいな感じが、やっぱり疲れやすいのかなみたいな感じがするんですけど、やっぱりちょっとお風呂に疲れなかったらちょっとだけ厚めのシャワー浴びるとか、ちょっと足湯をやるとか、うん、そういうのだけでもいいみたいですよ。そう、私お家にそのバスタブがやっぱないんで、はいはい、足湯をしたいんですよお家で、はいはい、
ちょっとバケツでもいいし、なんか売ってるじゃない、うん、あんなのそんな高くないと思うけど、あのよくあのこう発泡スチロールでなんか発泡スチロール ールで足の形ちょっとしてる、はあ、なんかこのなんてエステとか行くと発泡スチロールで足だバケツじゃなくていや売ってるかどうか、お店に普通のお店に売ってるかどうか分かんないんですけど、一回ちょっとエステの体験をしに行った時に、発泡スチロールみたいなちょっとね四角い白い箱、でもいいかもしれないよ、発泡スチロールだと軽いし、そうですよね、家でやるんだったら、一応なんか水も漏れないように一応特殊な加工はされてるんだと思うんですけど、でも発泡スチロール漏れないんじゃない、案外だってあれ氷とかなんか入れたりするじゃん、そうですよね、そうそう、それをお家でやりたいんですけど、なんかいいぐらいの発泡スチロールがなかなかなくて探してるとこなんですよ。発泡スチロール、でもなんか四角いね、なんか発泡スチロールでもいいんじゃない、別に足の形がしてなくても、なんかこういい感じのサイズ感じゃないとちょっと冷えるの早いかなと思ったりして、あ、そっか、ちょっと大きめの、そうそうそう、でも足いいかもよ、ちょっとアロマでも垂らして、ね、そうですよね、私やっぱあの太ももとか、あのお尻がもう年中冷たいんで、これを改善するにはやっぱなんか足湯なのかなとか思ったり、でも、私も前はねずっとお尻冷たかったんですよ本当に、なんかあの女の人ってお尻冷たいっていうのが、なんかお腹とかお尻とか冷たいっていうのがなんか定番、定番、定番で、これ私何回も言ってるんだけど、あのラジオでちょっと何回も言ってるんだけどあんまり良くないんですよね、やっぱりあの血液の循環、血の巡りが悪いとか言うじゃない、やっぱりああいう感じなので、やっぱ足湯とかとってもいいと思いますよ、なんかサーモンなんとかってあるじゃない、なので、測ったら足湯って足のもう本当にちょっとだけやってるのに、もう腰の上ぐらいまで温まってるって、へえ、すごいね、すごい、だからあの結構いいみたい、そうなんですね、やってみてください、本当は、肩まで温まった方がそれはいいと思うんだけど、でもね、ちょっとそんな無理までしなくてもいいじゃん、だからいいと思いますよ、でも結局なんかこの足湯と一応なんか半身浴も結構一時期流行ったというか、今もまあやってらっしゃる方結構多いと思うんですけど、どっちがいいんでしょうね、いや、 やっぱり私なんかが思うには、半身浴っていうよりはもう上までかぶった方が本当はいいと思いますよ、全身にね温まった方が血の巡りっていうのはいいと思うけど、でもそんなこと言ったってできないものはできないだから足だけでも相当だってあの腰の上まで温まってるわけだから、別にいいと思いますよ、なるほど、まあ、でもじゃあお家にちょっとないから足湯ね、普段はちょっとバケツとかで足湯してで、時々なんかね、全身浸かりに行くといいですよね、はい、と思います、はい、じゃあ温まってください、はい、ここで一曲お願いいたします、はい、はい、それでは今日はジョニー・ギノワンさんの曲をお届けします、はい、
重計が体脂肪率とか全部出るやつ。そうそうそう、なんか年齢とかも出る。体年齢は出ないんですけど、なんかよくわかんないのがいっぱい出るね。体脂肪とか骨なんとか量みたいなですか、うん、がいっぱい出て、なんか代謝も出るんじゃない。代謝も出ます。代謝いいんじゃない。代謝出るのすごいなんかいいですね。すごい。でもなんかこれ合ってんのかなちょっと思ったり合ってますかね。だから今食事で何キロカロリー減らして運動で何キロカロリーぐらい消費したらなんか1ヶ月で何キロ痩せれるとか計算できますので、うん、なんかあの漫画倉庫で買ったんで800円ぐらいで買ったんですよ。すごい。めっちゃ良かったなと思って。すごい、あれ高いですよ。私なんか普通に、うん、あの前本当に送信頑張ってすごいやってた時があって、うん、お客さんにあれも高いの買いましたよ。持つやつですか、うん、持ったら何になるんですか。持ってだから年齢とか全部出るんだけど、あれなんで持つのとなんか下に、うん、だけでいいやつがあります。わかんないけどなんでかわかんない。持ったら手からもなんか、うん、最近すれば手がむくむんですよ。この血流が悪いです。なんかこう散歩とかすると逆になんか血の巡りが良くなって手がむくむのか分かんないんですけど、私朝起きて歩いたりすると手がむくむんですよ。心臓悪くなったら大丈夫かな。でも知らない。そうむくんでから。え、ダメなんですかね。心臓が悪いんですか。腎臓です。あ、腎臓なんで。おしっこがね、なんか良くない。塩分の取りすぎとかね。あ、そういうことかな。塩分取りすぎてるかもね。あ、なるほど、気をつけようかな。未病みたいなことね。塩辛いの取りすぎてるかも。なるほど。結構トイレの回数は多い方なんだよ、私。じゃあ塩辛いの取りすぎてるかも。わかりました。醤油とか多いかも。あ、塩っていうよりも醤油かもしれない。え、醤油でもそんなに食べてないんですけど、スープとか結構好きで飲むからかな。で結構濃いですよね。もう買って飲むのは結構入ってますよね。ですよね。20秒です。10秒前です。9、8、7、6、 BGM からいきます。はい、ヒップスチャンネルです。はい、今日はですね、ちょっとお手伝いさせていただいてるんですけども、はい、ホロコースト、はい、イベントのちょっとお知らせしたいなと思って、はい、アンネ・フランクと杉原千代根の選択沖縄展っていうのが、はいはい、あと勇気の証言ホロコースト展っていうのが浦添市体育館1階武道場っていうのをなんか11月22日から27日まで、はい、ちょっと短いんですけどやります、やっているので、まだちょっと先なんですけどね、22日からなので、とてもなんか素晴らしい、なかなかこの地方に来るっていうのも珍しいみたいなので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。なんかね、たまちゃんなんかこれなんか
本もいろいろ読んで、なんかそうですよ、なんかあのなかなか詳しいというか、詳しくはなあんまり内容すっごい覚えてるわけではないんですけど、はい、やっぱこの小学校とか中学校の時の平和学習で、ですよね、だいたい、ね、うん、このアンネ・フランクの本を読んだりですよね、うん、したので、すごいみんなもうなんか知ってるんじゃないかなっていうのは知ってますよね、うん、このアンネさんっていうのもすごい若いんですけど、なんかあの話この内容が素晴らしいんですよね、なんかずっと面白い、あの、まあ、面白いって言ったらあれなんですけど、うん、書き綴っていて、うん、なんかもうこのそしてなんかヒットラーの30歳の頃のなんかあの話、うん、はい、なんか書いた、はいはいはい、なんか証言集とかもなんか載っていて、うん、この30歳でまだまだ相当になってないのに、うん、あのこのヒットラーさんはですね、もう、はい、あのユダヤ人虐殺をその頃からもずっと考えていてですね、もうなんかすごいなこの人、なんかそんなにユダヤ人が憎かったのか何なのか、もう なんでしょうね本当にね、うん、なんかそういうこともなんか詳しく載ってるみたいなんですよね、うん、だからなんかいろいろあの歴史のなかなかね、まあ、沖縄もほらいろいろ戦争のこととかもあるじゃないですか、うんうん、すごい勉強になると思うので、はい、ぜひぜひあの行ってみてください、はい、面白いって言ったらあれなんですけど、うん、すごいためになると思います、うん、はい、はい、で、あのじゃあワンポイントをワンポイント、はい、お願いします、はい、ヒップスのワンポイントビューティーレッスン、やっぱり血の巡りが悪いっていう血液の循環が悪いということで、はい、やっぱり血液の循環足なんですよね、何でも足が重要なんですね、足からなんかやっぱり 血はずっと流れてくるじゃないですか、はい、太ももを揉んだらほら長生きするとかいっぱい本も出てるんですよね、本当にあのこう骨があるじゃないですか真ん中に、はいはい、それのなんか両サイド、うん、こうのずっと上まで、はいはいはい、あのこう上がってきてください、なんかつねるみたいな感じで、うん、この骨のサイドをなんかあの、うん、つねるっていうの、まあまあ、握る握るにぎにぎする、もっとギュッとしたのにもっとグッとにぎにぎするって感じで、あの上まで行ってください。でね、手なんかはあのこれなんていうかな、合谷っていうんだけど、親指と人差し指の真ん中、はい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 、この真ん中をグーって押してるだけで、これ全身のなんかあのツボなんですよ、疲れを取るっていうか、あ、これ全身つながってるつながってるんですよ、だからあのこういうのこういうとこもここだったらほら、うんうん、別になんかあの座ってて何もしてない時にグニュグニュグニュってこう、うん、足はちょっとね、そうそうそう、足はちょっとやりにくいかもしれないけど、うん、はい、ここだったらやりやすいかなと思って、うん、はい、あのこれをグニュグニュやってたらあの全身を巡っていくのでいいと思いますよ。それとか、はい、あの全身で今思い出したんだけど、百会って頭の中心、私美容師だから頭は詳しいんですよで頭の中心真ん中、ちょうど真ん中を、はい、上をグーッと押したらこれ百会って言って、一番あの中心で全体をなんかほぐす役割があるんですよ、はい、だからこの中心をグリグリしたらほら顔なんかでも、私なんかでももうちょっとあなた垂れてんじゃんって言われたらちょっと怖いんだけどでもなんかこの百会をグーグーグーって押してたら、うん、皮膚って全部つながってるから全部だれってなるじゃない、はい、これをなんか防止する、しっかりなんか中心、一番頭のてっぺんで中心でなんかめっちゃ良さそうじゃない、はい、本当にいいんですよこれ、これは誰でもほらすぐ見つけられるし簡単だから、ちょっとグリグリ、そう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 、押してみたら痛かったりすると思うんですよね、結構頭使ってる人とかあの頭痛かったりするんですよ、でもなんかほぐしてあげたらほら自律神経ってすごい大切とか言うじゃない、はいはいはい、自律神経ってもう結構頭揉んだら割と改善するのが多くて、あ、そうなんですね、うん、耳のそばとかもめっちゃいいよ、耳のあって耳揉むといいって言いますね、そうそうそう、耳揉むといいし、この耳の周りは自律神経がもういっぱいあるわけ、はい、まあツボ的にですよ、うん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 、頭のツボ的にすごいなんか固まってるので、はい、耳のあの周りをちょっと押し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 っていうの、なんていうの、グリ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 っていうの、なんかあの
揉んだらすごいあの血液の循環も良くなって自律神経が整うんでのでいいと思います、うん、頭使ってる人とてもいいと思いますよ。お勉強もね、うん、皆さんいろいろやってると思うので、うん、秋は勉強の季節でもありますし、そうですね、本読んだりとかいいですか、ね、はい、まあ、スマホのやりすぎもご注意をということでよろしくお願いします、はい、また来週もよろしくお願いいたします。ヒップスチャンネルでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こめかみからこう。